こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。英国クイーンエリザベス空母に艦載予定の F-35B ステルス戦闘機が英国基地に10機到着した。着々と進む海上でのステルス計画。これは F-35B 戦闘機が登場したことで米国と同盟を結ぶ国々で導入されている光景だ。小規模打撃群で展開できるため、今推し進める世界でライトニング空母が広がりつつある。日本も同じで護衛艦出雲に F-35B は艦載予定だ。米国のワスプ級強襲揚陸艦から始まった F-35B ステルス戦闘機の使い方とも言える。F-35B ステルス戦闘機は一気に世界で売れることになる。今後売れる機体となるだろう。では英国に F-35B 戦闘機が到着したことによってどんな問題が出てくるのか見ていこう。2020年9月3日、かねてより、イギリスとアメリカとの共同運用が、伝えられていたイギリス海軍の航空母艦、クイーン・エリザベス用に、アメリカから艦載機となる F-35B ライトニング2戦闘機が到着した。これは、航空母艦、クイーン・エリザベスにアメリカ海兵隊所属の、F-35B ライトニングに戦闘機を搭載する試みで、クロスデッキ運用とも呼ばれており、今回10機の機体が送り込まれたものだ。このタイミングでのアメリカ海兵隊からの F-35B ライトニングに戦闘機の派遣は、イギリスが開催している毎年秋実施の多国間合同演習、ジョイントウォリアーに合わせたためで、今年も9月下旬から実施される。多国間合同演習、ジョイントウォリアーには、NATO 加盟国を核として、計14カ国が参加する予定で、およそ2週間の中で、陸海空の航空機や、各種艦艇、兵員が連携した総合的な訓練を消化する。今回、クイーン・エリザベスを母艦とし、クロスデッキ運用に当たるのは、イギリス空軍の第617飛行隊、ダムバスターズとアメリカ海兵隊、第3海兵航空団の戦闘、攻撃中隊、VMFA-211 となっている。日本の護衛艦、出雲、加賀、での航空母艦化運用とも同様に、イギリスでも艦艇は海軍所属、艦載機は空軍所属となっている点が、その運用に注目が集まる一因となっていると言えるだろう。アメリカ海兵隊第3海兵航空団の戦闘攻撃中隊 VMFA-211 は、今回、F-35B ライトニングに戦闘機を10機派遣しており、通常は、1個飛行隊が12機の機体を想定していることから、すれば2機ほど少ない。アメリカ海兵隊の VMFA-211 は、まずイギリスのマーラム空軍基地に到着しており、同基地でのシミュレーション訓練を経てイギリスのダムバスターズと共に航空母艦クイーン・エリザベスに搭載予定だ。未だ正式な発表には至っていないものの、2021年には航空母艦ク
クイーン・エリザベスは、これらアメリカ・イギリスの F-35B ライトニングに戦闘機を収容して極東方面への派遣が濃厚とみられている。多国間合同演習、ジョイント・ウォリアーに参加した後も複数の軍事演習に参加した後、いずれ正式な形で航空母艦クイーン・エリザベスの極東派遣がイギリス・アメリカ両国から報告されるのだろう。航空母艦クイーン・エリザベスは同級一番艦の艦艇で2017年に就役、二番艦であるプリンス・オブ・ウェールズも2019年に就役を果たしており、イギリス海軍の歴史上でも最大規模の艦艇である。航空母艦クイーン・エリザベスは基準排水量4万5千トン、満載排水量6万7699トン、全長284メートル、全幅73メートルの艦容を誇り、通常動力型推進の水上戦闘艦としては、イギリスに限らず世界最大だ。艦載機の初艦には、艦首部分にスキージャンプ式を採用しており、短距離離陸、垂直着陸の可能な F-35B ライトニングに戦闘機などのストーブル方式で艦載機を運用する航空母艦でカタパルトは備えていない。このため航空母艦クイーン・エリザベスでは固定翼の早期警戒機は運用できないため、哨戒任務は搭載するヘリコプターで行うことになり、その分カタパルト装備の航空母艦よりも行動範囲が制限される。このあたりの運用についても日本の出雲、加賀も同様であり、一口に航空母艦といっても、アメリカの大型原子力航空母艦とは、異なることを承知しておく必要はあるだろう。ただ、航空母艦、クイーン・エリザベスが興味深いのは、艦載機である F-35B ライトニングに戦闘機の開発の遅れから、一時はカタパルト仕様を前提にした C 型を艦載機とする変更が検討された点だ。この変更は C 型の導入コストや時期も問題となって結局元に戻されたのだが、そこにも約150億円もの余分なコストが発生してしまい、一時は2番艦は他国に売却する可能性もささやかれていた。イギリスの慢性魔と慢性的な予算不足は今現在でも継続中ではあるが、2015年に航空母艦クイーン・エリザベスとプリンス・オブ・ウェールズの2隻ともイギリス海軍で就役させることになんとか落ち着いている。考えてみれば、今や経済力人口で日本を下回るイギリスが戦略型の原子力潜水艦や大型の航空母艦を2隻も維持しようとするのは困難であり、通常兵力の削減傾向は今後も加速するだろう。航空母艦クイーン・エリザベスの建造費はおよそ4600億円以上とも見られており、護衛艦出雲、加賀よりはるかかに巨大とはいえ、3倍以上の高額なコストが費やされた計算となっている。果たして無事クロスデッキ運用を成功させて、来年2021年に航空母艦クイーン・エリザベスが極東にやってくるのか否かは、今後の
対中堅政策を占う上でも注目と言えそうだ。